ちは。こんにちは。やりました。やりましたね。ねえ、やりました。はい。はい。侍ジャパン初戦、はい、勝利です。それも逆転サヨナラという。いやーもう、まあ、非常に苦しみました。ハラハラドキドキの試合でした。ね、まあとりあえず勝つということがね、はい、一番だから、うん、まあ良かったということ。はい、ただいろんなこれから戦っていく上で、はい、やっぱ反省もしなきゃいけない場面もたくさんあって、うん、でもまあ最終的に勝てたということは。まあまあ初戦の重さ、はい、いろんなことを考えるとね、はい、まあ良かったかなというふうに思います。で、はい、まあ、初回からねちょっと辿っていきたいんだけども、はい、まず、うん、まあ、スコアは3対4、うん、で先発は山本投手とメルセデス、はい、まあ、ジャイアンツに所属してるね、はい、よかったんだわ。誰がですか？メルセデス、はい、まあ、山本も悪くはなかったけどさ、はい、非常にやっぱ硬かったね。うん、でも硬かったのは初回だけ、うん、まあ、でもそこをゲッツーに打ち取って、切り抜けて、はい、そこからすごく徐々にこう上がっていくんだよね、はい、でメルセデスはすごくいいんだよ、うん、コントロールも良かったし、はい、審判もメルセデスの投球っていうのはあまり取ってくれなかったんだよね、はい、それでも抑えていく。で日本のバッターの特徴とすればファーストストライクを全く打っていかないんだよね、はい、だからそこら辺がなんかすごく硬さかなっていうふうに思ってたの。だからヒットも1本ぐらいしか、吉田の1本しか、そうでしたね、打てなくて、はい、まあやっぱり初戦の重さとか難しさ、うん、そういうのをこう感じながらね見てたけども、はい、まあ、ゲームが動き出したのは、まあ、7回なんね、はい、だけど、まあ、その前にポイント、ね、はい、うん、ポイント今回8つポイントがあって、はい、まあ、2つはちょっと別のボードでピックアップで説明をしたいと思いますが、うん、まずね6回山本これ3者連続三振と素晴らしいですね。素晴らしいんだ。いやそれでこれは山本で押し切れるなっていう感じがした。山本が投げてたらもうこれはもう絶対安心だなっていうふうに思ったんだけども、はい、7回に継投に入るんだよね、はい、それがすごくこういうふうに、まあ、継投の難しさっていうふうに書いてるんだけど、はい、まあ、稲川監督は何を考えたかというと、やっぱ初戦の重圧、うん、だからまあスタミナ的にまだ100球もいってなかったし、そこら辺がいいんだよ、肩のスタミナとか、はい、ただ精神的なスタミナも考えたかなっていうふうに思ったんだよね、うん、で先発山本の内容が6回2安打9奪三振、まあ、失点0ということで、まさか変えるとは思ってなかったんだよ。で6回にここで3者連続三振取ってるし、はい、で2番手青柳に変えるんだけども、まあ青柳がどうのこうのっていう前にドミニカの選手たちがこの山本はちょっと打ちづらい、こう手強いぞと思ってる投手を変えたという精神的な優位が働いたと思うんだよね、この2点には、うん、で青柳も決して悪くはないんだけどもさ、はい、山本から難しかったと思うよ。うーん、まあ、タイミングもすごくここだったのかなっていうふうに思うこともありますね。だからね、ものすごい青柳に対してプレッシャーがかかったと思うんだよね、変えて、うん、はい、でドミニカの方は山本を変えてくれたというすごく優位な精神状態になったと思うんだよ、うん、そこが2点につながったというふうにちょっと考えたんだよね。系統が相手にこうプラスに働くようなことが起こってしまった、起こってしまったということで、精神的な状態でね、はい、で、まあ、変則で、まあ、稲葉監督は変則で、まあ、青柳がここで投げてくれたら、うん、おそらくね稲葉監督の頭の中で7回青柳、8回平、9回に栗林って考えてたと思うんだよ。もうそれは試合の前に構想としてあったということで、うん、そうだね、まあ、そこら辺はねやっぱこう1イニングずつ任せられるピッチャーをやっぱ使いたいということで、やっぱ試しもあったと思うんだよね。でもやっぱり初戦の難しさ、それとドミニカの精神的な優位で青柳に襲いかかったという、うん、まあこういうシーンだったんだよね。だから非常にこれからもやっぱね継投は難しい。うん、で、まあ、7回ね、で3つ目、はい、7回に打つ方向の重要性って書いてある、はい、これはここでね1点取った、そうそうそう、はい、場面なんだけど、はい、ノーアウト2、3塁になるんだよね、はい、でバッター菊池、うん、で、まあ、三振するんだけどさ、はい、ここでピッチャーが相手もメルセデスから変わるんだよ、うん、
そしたらもう初見だし、はい、メルセデスだったらおそらく菊池は右打ちできてたと思うんだよ、うん、これなぜかというと、はい、シーズン中も慣れてるから。なるほど。だからどういう球筋で来る、だからそしたらプッシュバントでもしようかみたいな。でもここで三振した、うん、それもねちょっと引っ掛け気味だったんだよね、うん、だからどういう球を投げてくるかわからないというところで右打ちができず、はい、まあ、村上のファーストゴロで1点を取るだけに終わってしまったんだよね、うん、ここはね絶好の同点のチャンスだったんだよ、うん、ノーアウト2、3塁絶対に同点に追いつかなきゃいけない場面で1点しか取れなかったというのがすごくまた試合を重くしたよね、うん、なるほど、うん、で4つ目、はい、8回隙をつく洞察力、はい、まあ、相手のことなんだけどさ、はい、8回に山田が先頭バッターでフォアボールを出す、はい、で出るんだよ、出塁をする、うん、フォアボールでね、はい、その時にピッチャーのディアスっていう投手に変わってるんだよ、はい、またでも初球をどうするかなと思ったら同点に追いつきたい坂本がバントの構えをする、はい、でバントファイルするんだけど、うん、その時にクイックが全く使えないんだよね相手のピッチャーが。そうでしたね、ゆっくり投げてんだよ。もう見て分かったでしょ、はい、うん、そしたら2球目に山田をスタートさせるというさ、俺は作戦に出てほしかったんだよ。うん、もうそういった細かなところで攻撃仕掛けていかないと。そうそうそう、だから1球パッと見て、うん、あ、これはクイック使えないと思ったらバントのサインから待てのサインに変えて山田をスタートさせる。そしたらノーアウトランナーセカンド、それから送ってワンアウトサード、そしたらより点が取れたと思うんだよね。やっぱりこう山田選手もランナーで出ててそういうことは感じたりするものですか？いや感じる感じる、ね、でもサイン通りに動かなきゃいけないから、うん、そうですよね、うん、で坂本がランナーセカンドに送るんだよ、送りバントで。で8回やはり、まあ、ピックアップきました、はい、三塁コーチの重要性ということで、はい、前回っていうか以前にその三塁コーチはとても重要なんだよっていう話をした動画がありましたよね、うん、はい、あったでしょ、はい、でそれがちょっと現れるシーンがありましたね。これさ、まあ坂本が送って、うん、ランナーセカンドになった、はい、で送りバントをちゃんとしてくれたっていうことね、はい、で本当は走っとけばよかったのにって走っといて送りバントだったら走っといて送りバントで吉田のレフト前で1点と同点になってた場面なんだけど、はい、あの状況判断が必要、コーチの重要、はい、重要ね。で左方向の打球はスタートが遅れる、セカンドランナーの話ですね、うん、はい、ワンアウトだった、これがツーアウトだったら別なんだけど、はい、ワンアウトだから、はい、こっちの打球って一瞬見るんだよ、はい、行っていいものなのかどうなのか、はい、まあ、ツーアウトだったらもうスタートしちゃいますが、ツーアウトだったらもう打った瞬間にスタートなんだけど、はい、これワンアウトだっただけに吉田がこっちのヒットを打つ、はい、回しちゃうんだよね。そうですね、うん、はい、で次は4番打者、はい、でねこれねタイミングを見てるともうね 100% じゃないわけ、うん、ね、回したのっていうような感じで回しちゃったわけ。あって、もうドキッとしました。でちょっとそれたらさセーフなんだけど、うん、やっぱもうストライクが返ってきた。しかもちょっと浅かったですね、ちょっと浅かった、はい、でこっちの打球だったら、はい、もう 100% 山田はセーフになってるよ、こう回って、はい、これは何でかって言ったらこっちスタートはもうゴーだから、こっちの打球に対しては、はい、でもこっちだから一瞬見るんだよ、はい、だからサードコーチャーの重要性が必要ということと、やっぱここはねこっちの打球でここを回すんだったらもう 120% セーフじゃないと回しちゃいけないということ、うん、やっぱ焦ったんだと思うよ。一本のヒットで同点にしたい山田の足だけど、山田の足速いけどやっぱこっちのレフト方向でスタートが遅れたと、うん、ね。で次が4番打者、はい、やっぱり4番っていうのはやっぱそのチームの一番信頼を受けるバッターが立ってるわけだから、はい、それは鈴木の状態がどうのこうのというよりも、うん、やっぱ信頼関係、はい、だからここのアウトになったこの瞬間に、うん、俺はこれはもう流れが悪いと思った、これは負けると思った。いやそういう風に感じた人はたくさんいたですよね、はい、で9回、うん、相手のミスに乗じる、はい、乗じてチャンスを広げる、うん、流れを変えていく、まあ、柳田の内野安打、はい、これは
一塁にポンと打って本当はセカンドも取れた打球なんだけど一塁手が飛び出してファーストに投げようと思ったらベースカバー来てなかったんだよね。誰もいなかったですね。そう、これが内野安打になる。で7項目目、9回、近藤が代打に出る、はい、で近藤がライト前を切って、うん、ヒットを打って、はい、1、2塁にする、はい、その時にダイソー使わないんだよ。もうなんかあれっていうような、もういや近藤も決して足は遅くないんだけど、はい、やっぱ源田の方が絶対足は速いし、うん、打球判断も速いはず、はい、で村上が打席に立ってる。で村上っていうのは長打もう打てる、まあ、例えば右中間左中間抜けた時にやっぱこう一塁でダイソー源田を使っとけばもう絶対帰ってくるんだよね、はい、でも近藤だったら怪しいということ、はい、9回ですし9回だしね、はい、やっぱ同点のランナーだから、はい、だからここでやっぱ一塁の場面でもうダイソーを出してほしかった、うん、これが1、3塁になって3塁に近藤が行った時に初めて源田を使うんだよね、はい、で菊池にダイソー代打を送ってるわけだから、はい、源田を使ってもすぐ内野でそのまま使えるわけ、ね、延長になってるね、はい、で9回、はい、で満塁になった時に、うん、坂本がファーストストライクを打ってくれたと、うん、言ってたよね。そうですね、ファーストストライク全く打っていけない、はい、でもやっぱりチャンスの時満塁ファーストストライクが勝負球だったよね、うん、で打って逆転サヨナラと、うん、サヨナラを決めてくれたということ。はい、だからまあいろんな反省点はある、はいね、でも初戦サヨナラ勝ちをしてくれた。でみんなのいろんなミスがあった、コーチのミスがあった、でもみんなの力で逆転勝利をしてくれた。もうムードをね最高潮に盛り上がってる。そうですね、うん、逆の発想でね、はい、もういろんなピンチやミスがあったことで収穫も大きく、うん、まあ大きいしやっぱ反省材料も多いから、これを一つ一つやっぱ決勝までに減らしていってほしいなっていうことと、うん、でここら辺にねやっぱ安打が集中したわけ。本当打てなかったです。いや本当に硬かった中盤までは、うん、はい、調子が悪いっていうよりもやっぱ重さがあったね、うん、だけどここら辺からやっぱ負けてるからやるしかないんだよ。その吹っ切れが良かったんですか、うん、まあ、はい、それもあるし、はい、ただ今日は相手がミスをしてくれて流れをつかむことができたということ、うん、だからそういう意味ではいい勝ち方だけども反省材料もたくさんあるよと、はい、ただムードは勝ったと、初戦勝ったということが大きかったということね。またこの ドラマチックな逆転サヨナラっていうのもまた良かったですか、うん、だからムードも盛り上がる、はい、ただここ反省する、やっぱチームで反省する、うん、そういうことも忘れずに、まあ、やってほしいなと思う、はい、まあね国際試合って結果が勝負だからさ、そうですね、うん、だからまずは勝てたということ、初戦、はい、で国際試合の難しさっていうのをまたオリンピックの難しさ、うん、重圧、うん、それとピッチャーが、まあ、青柳が転用した、ね、平が抑えた、うん、ね、山崎が抑えた、栗林が打たれたけども勝ち投手になった、うん、そういうことを考えるとさ、いろんなピッチャーも試すことができた、うん、そうですね、うん、オリンピックの雰囲気を試すことができたし、はい、次は俺はやってくれると思う、うんうん、だからまあ辛くも勝ったけど、まあ言えばいい勝ち方だったかなと思うよ。ハラハラドキドキ。そうだね。どうでした、なんか思ってた初戦とは全く違いましたか。俺は先行逃げ切りで勝つと思ってたんだけど逆でしたねまさかと思ったよ、はい、これはもう途中でもうこの1点が入った時に、うん、この1点も相手がね一塁ランナーが長打でワンアウト一、二塁だったかな、はい、その時に一塁ランナーがゆっくり走ってんだよね。うん、でもこれ全力でやったらここ2点入ってると思うんだよ本当だったら。でも相手もなんか怠慢だね。そういうところもやっぱりそういうところも出ますね、うん、こう結果に。そうそう、これが2点だったらこれはなかったかもわからないし。いやそうですね、うん、でもまあラッキーもね勝負のうちということで、はい、だから非常にまあ初戦負けなくてよかったという試合だった。本当にそうですね、うん、まあでも徐々にやっぱチーム力っていうのは上がっていくもんだし、はい、チームの輪っていうのはやっぱ戦い1戦よりも2戦、2戦よりも3戦ってこういうオリンピックの試合って上がっていくもんだから、うん、でまた初戦に勝ったということがね、それも坂本がチームの中心の坂本が
こう決めてくれたということが非常に大きい、結果になると思うよ。そうですね、はい、うん、じゃあこの1戦目の勝利っていうのはよかった、これから侍ジャパンには素晴らしい追い風になるよね。そうですね、うん、だけどもう次からこんな心配させんなよ本当にもう疲れてしょうがないよ。だからもう次は先行逃げ切りで、はい、ね、勝ってほしいと思います、はい、ね、でもまず初戦おめでとうございました。はい、ありがとうございます、はい。